皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。さあ、いつもですね、動画をご視聴いただきありがとうございます。今回ですね、実は私とあるフォトコンテストに、出展をいたしまして、おかげさまで入賞をいただきました。ありがとうございます。その大きい大賞ではなかったんですが、ですね、一つ賞にですね、選んでいただいて、そして実は大分県立美術館オーパムでも紹介されたということで、皆様にご紹介、ご報告をいたします。今回応募いたしましたのが、じゃじゃん、こちらですね、大分の文化財フォトコンテストレガシーということで、こちら大分県教育庁の文化課主催のですね、フォトコンテストでございます。大分キャノンさんと一緒にですね、コラボで、大分県内の各地にあるこのですね、宝物を発掘して紹介していこうというですね、フォトコンテストでございます。今年のですね、1月ぐらいにですね、募集がありました。で、私もですね、実は2作品、応募いたしました。本当はですね、もうちょっとね、出展する予定だったんですが、ちょっと私が締め切りを間違えてまして、残念ながら2つだけでしたが、地元のですね、文化財2つご紹介いたしました。こちらじゃじゃん2つございます。綺麗に爆損をしていただいておりますが、じゃん、こちらの2つの作品ね、入選ということで選ばれました。本当にありがとうございます。この作品、県立美術館にも飾られましたし、これは私がたまたま入選に選ばれたということで冊子もいただきました。インターネットでですね、大分県の文化課のホームページからこちらの特製サイトがございますので、そちらでですね、対象の作品は画像付き、その他の作品につきましてはあいにくタイトルのみの、紹介ではございますが、ご覧いただけますので、もしよろしければですね、ご参照ください。ということで、では私の今回ですね、応募した2作品1つずつご紹介いたします。またちょっとおまけも入れる予定でございますので、どうかお付き合いよろしくお願いいたします。1つ目が出会い橋、とどろ橋でございます。大分県豊後市清川町のとどろ地区に架かる大きな石橋2つです。この山の中ですね、奥岳川という川の渓谷沿いに架かる2つの石橋でございます。実はこの石橋2つ、日本一と2位が一緒にあるんです。何が日本一2位なの？それはこのアーチです。石橋のアーチの大きさ、長さですね、景観が日本一と2位が実は一緒に見られる貴重な場所なんですね。まず奥のですね、一重の橋が出会い橋と言います。これアーチの景観が日本で2番目に大きい橋でございます。大正13年に完成いたしました。これは人間が通る歩行者用の橋でございます。一方、手前の2つにですね、二重になってますアーチ、こちらがとどろ橋と申します。こちら昭和9年に完成いたしました。このアーチの幅が日本一なのがこのとどろ橋でございます。じゃあこれなんでこの同じ場所に2つもあるの？たった10年差で2つもできてるの？これもしかして税金を使い切らなきゃいけないから公共事業で無理やり作った？そんなことはないですね。実は、こちらの手前の出会い橋、とどろ橋につきましては、実はこれ、トロッコ用の橋でできました。この地域、国有林がありまして、国の林がございまして、それを街中に運ぶための、要は鉄道のための橋が手前のとどろ橋でございます。現在、このとどろ橋は車道として現役でございます。また、奥の出会い橋につきましては、歩行者用専用ということで、こちらも、王子ほど使われてはいませんが、一応現役の石橋でございます。ですね、この2つの橋につきまして、実は過去動画でも詳しく紹介をしております。例えば、2017年の大分豊後のジオパーク、日本ジオパーク再認定時の私が制作した動画、そして、先日ですね、2020年の5月にご紹介いたしました、日本青年団新聞、ユースポストで私が投稿したのがまさにこの場所でございますので、そちらの動画をご覧いただきますようお願いいたします。そしてぜひ現地にお越しください。
二つ目が、湯立神楽でございます。火花三年一度の郵送ということで、こちらですね、文豪の市三重町亀田原地区の湯立神楽をご紹介しております。湯立神楽とは、白い装束を身にまとった舞手が、熱い湯にですね、がたぎった釜に入るという、大分県で見られる神楽でございます。この湯立神楽、由来は主に二つの説がございます。一つ目が、クカタチによるものです。日本史ご、ね、得意な方はもしかしたらご存知かもしれません。昔、この犯罪を犯した人が、身の潔白をですね、証明するために行われたものです。熱いお湯に手をポッと入れて、やけどしなければ、その人はやましい心がない、潔白な人なんだ、無罪なんだというふうな、裁判が行われてたようですが、そのクカタチ説。もう一つが、修行に由来している説。ちょっと仏教的な話になりますが、まさに修行僧、そうですね、山伏などが、自分を鍛えるために、この熱い湯にたぎって、自己鍛錬をした、修行をしたという説がございます。様々説ございますが、この上田原湯立神楽につきましては、2番目の修行の由来というのが有力視されているそうです。この三重町上田原地区の湯立神楽につきましては、実は、3年に一度奉納されます。前回の奉納が2018年、平成30年の12月に奉納いたしました。当時の動画を載せておりますので、右上の再生リスト、もしくは動画の概要欄をご覧ください。次回開催は2021年、令和3年の12月に開催されます。ちょうどですね、くしくも、西暦の末尾2つと、この元号の年、ちょうど1000の倍数になっておりますので、わかりやすいと思います。あくまでも予定でございます。実際ですね、この上田原湯立神楽につきましては、3部構成もしくは4部構成になっております。場面が3つ4つあります。そのうち今回、私の画像は、湯改め工人という場面を紹介しております。インパクトありますね。これはですね、赤い、ね、顔した鬼のような、王人という神様が実際に、もう湯がちゃんとたぎってるかなというのはまず確認をいたします。で、その後、実際これをお湯を沸かしている薪ですね、の、沖でございます。木の燃えかすを、なんて、蹴散らすんです。これね、ほんと迫力あるんです。毎回撮影私しておりますけども、特に気合がありますし、勇壮ですし、ちょっと危険でもあるんですね。その、沖を撒き散らしている瞬間を、写真に捉えました。これですね、なかなか他の神楽座、三重町の同じ三重町の松尾神楽さんでもですね、火花を蹴散らしていたことは確かあったと思いますが、非常に勇壮でございます。ので、3年に一度しか見られない、なかなか継承は難しいんですけども、非常に貴重な文化財でございますので、皆様に紹介したく出展をいたしました。ぜひこの2000、来年ですね、21年、令和3年12月、予定通り開催されれば、ぜひ皆様もお越しください。ということで、これがですね、日本一になった作品、幻想の世界、ホタルの写真でございます。実際にこれが原本でございます。このようにですね、本当、私自身実は、小さい頃から、文化財、形あるものから、お祭りなど形ないものまで、いろいろ文化財とかですね、そして民族のこととか、結構ですね、興味がありました。今こうやって YouTube や SNS で私も情報発信していますが、このインターネット上での情報発信の始まりは、私が高校に入る直前に、地元の神楽とかお祭りを紹介したいという
ホームページを作ったことから由来しております。もうかれこれ20年ほど、ね、続いてますけども、やはりこのお祭りとかこの文化祭っていうのは本当に面白いんですね。まあ実際そういう宝物が残っているということは、例えば何かの教訓があるかもしれません、ね、もしくはその地域の誇りとかシンボルにもなるものなんです。ですから各地域にそんなまあ文化で宝物があって、あ、うちの地域はこういう特徴があるんだということをまあ理解もできますし、全国各地にあるのでそれをまた比べるのも面白い。実は意外と似てたり、ね、似ている文化だってあるかもしれません。まあこういうレガシーというのは本当ですね、まあ未来に受け継ぐ素晴らしいものとか、何かメッセージ性があるとか、ですね、この宝物があるからこう地元のお祭りに残すためにこう地元の人は協力したりとか、教育になったりとか、いろんな効果がありますので、まあこれからもですね、ぜひ私自身、いろんな全国各地の文化財やお祭りを引き続きご紹介いたしますので、ぜひ皆様もお付き合いよろしくお願いいたします。また何か皆様からですね、文化財とかお祭りの情報ございましたら、ぜひお気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタンよろしくお願いいたします。またぜひチャンネル登録もお待ちしております。よろしくお願いいたします。それではまた。